カーター・スチュワート・ジュニアは、アメリカ合衆国フロリダ州メルボルン出身の、プロ野球選手、ウトウミギウチ。フロリダ州のオーガリー高校へ在学していた2018年に、MLB ドラフト会議で、アトランタ・ブレーブスから一巡目で指名されたものの、入団への合意に至らず、卒業後に、東フロリダ州立短期大学へ進学。2019年の途中から、 NPB の福岡ソフトバンクホークスに所属している。NPB での登録名はスチュワートジュニアで、スコアボードにはースチュワートジュニアとの表記が用いられることが多い。オーガリー高校在学中の2017年にジュニアシーズンの公式戦で11勝2敗、防御率0.81、104奪三振をマーク。ペトコパークで開催された。 パーフェクトゲームオールアメリカンクラシックにも参加した。2018年にはシニアシーズンの公式戦で6勝2敗、防御率0.91、128奪三振を記録。フロリダ州のゲータレードベースボールプレイヤーオブザイヤーに選ばれたことからトッププロスペクトとして注目された。高校卒業時に開催の MLB ドラフト会議でアトランタブレーブスから一巡目で指名されたが、 指名後の身体検査で右手首に異常が見つかった。また、ブレーブスの提示した契約金額とスチュワート側の要求に開きがあったことから、契約期限の7月6日までに入団へ合意しなかった。このような事情から、2019年の MLB ドラフト会議で改めて指名されるべく、東フロリーダ州立短期大学に入学。 ジャカに所属するエフスクタイタンズで公式戦13試合に先発すると2勝2敗ながら防御率1.70、108奪三振を記録した。2019年5月25日に NPB の福岡ソフトバンクホークスへの入団で合意した。報道によればソフトバンクとは6年契約で契約期間の年俸総額は700万ドル。出来高などの条件もついているため 条件をすべて満たした場合には、最高で1200万ドル前後まで達するとされる。背番号は兄で、セネームは、スチュワート JR。NPB の球団で、背番号2をつける投手は、阪神タイガースで1962年から1963年に、着用した、中島広き来五56年ぶりである。入団後は、三軍で、プロ野球選手としてのキャリアをスタート。 7月9日には、3軍の一員として、九州三菱自動車公式野球部との交流戦で、実戦デビューを果たした。3軍戦では、先発を中心に10試合に登板すると、通算投球イニング43回1、3で4勝3敗、防御率4.36を記録。1.2軍の公式戦には登板の機会がなかったが、シーズン終盤からのフェニックスリーグで2試合に、 登板した。2020年には2軍の公式戦にデビュー。15試合に登板すると、通算投球イニング67回で3勝7敗、防御率4.16を記録した。1軍公式戦でのデビューは見送られたものの、3軍戦には7試合に登板通算投球イニング27回に3で2勝0敗、防御率1.95を記録するなど、 前年から心境を見せた。2021年には4月17日の対埼玉西武ライオンズ戦9回裏に1軍公式戦へデビュー。1軍の公式戦ではこの試合から9円で4試合に登板した後に8月15日の対北海道日本ハムファイターズ戦で初めて先発を任された。 当初先発を予定していた和田武氏が左肩のコンディション不良を理由に出場選手登録を抹消されたことに伴う抜擢ながら1回表に先頭打者の浅間を元を支給で出塁させただけで5回を無安打無失点9奪三振と高騰。後続の後投手も日本ハム打線を無安打に抑えたためチームは6投手の系投による9回。 ノーヒットノーランという NPB 公式戦史上初の記録を達成したが、試合が0対0で終わったため白星はつかなかった。最速98マイルパーアワーのストレートを軸に、カーブ、チェンジアップ、スライダーなどの変化球を投げ分ける。代理人はスコット・ボラス。ソフトバンク入団時の担当スカウトは、元投手のマットスクルメタで、 自宅の近くに住むスチュアート一家と親交があることから、スチュアートを13歳の頃から指導していたという。ハンバーガー等のアメリカ料理が大好物で、来日当初はラーメンやうどん等の日本料理が口に合わず、変色ぶりが心配されたが、カレーを好きになったようである。ありがとうございます。